中日新聞杯は日本中央競馬会が中京競馬場で施行する中央競馬の重賞競争である。寄贈賞を提供する中日新聞社は愛知、東京、石川、静岡に本社を置く新聞社。正賞は中日新聞社賞。1965年に中日杯の名称で創設された5歳以上の馬による重賞競争。 翌年から現名称となった。創設時は中京競馬場に芝コースがなかったため砂コースの1800メートルで行われていたが、中京競馬場に芝コースが新設された1970年により芝1800メートルに変更。2006年から芝2000メートルで行われている。試行時期は1999年までは春季競馬で行われ。 2000年から2011年までは、暮の中京開催で行われ、2012年から2016年までは、春季競馬で行われていたが、2017年より、中距離競争体系の整備に伴い再び暮の中京開催での施行となる。本競争は1981年により、内国産種護馬奨励策の一環として、愛知杯、カブトヤマ記念とともに、 父内国産馬限定の競争条件で行われていたが2008年から外国産馬の出走が可能になった。地方競馬所属馬は2000年から2011年まで出走可能となったものの2012年から2016年までは出走できなくなっていたが2017年から再び出走可能となった。2009年から国際競争となり外国馬も 出走可能になった。以下の内容は2020年現在のもの。出走資格、サラ系3歳以上負担重量、ハンデキャップ2020年の一着賞金は4100万円で、以下2着1600万円、3着1000万円、4着600万円、5着410万円。コース種別を表記していない距離は芝コースを表す。優勝馬のバレは年以前も、 現行表記に揃えている。競争名は第1回が中日杯、第2回以降は中日新聞杯。各回競争結果の出展。ありがとうございます。